鉄道技術昔話解説動画へようこそ。日本国有鉄道研究家ブラックキャッツこと加藤義弘と申します。本日はですね、私鉄買収機動車の話ということで考えとったんですけれども、ちょっと資料の方がですねちょっと若干不足っていうか見つかりませんでしたのでね、申し訳ございませんけども、天然ガス動車の話ということでですね、一見戦後の方に飛ばしていただいて、少しねお話をさせていただこうと思います。毎度ね固い内容で誠に恐縮です。まず最初にですね、天然ガス同士の話をさせていただく前に、まあ、宣伝のね、日華事変と石油統制ということでね、しばしお話をさせていただこうと思います。まあ、日華事変、もしくは日中戦争なんて言い方をしてますけれども、昭和12年にね、始まった、戦争ですね。これでですね、まあ、石油を輸入に頼っている日本はですね、石油を統制品としてね、なかなか手に入らなくなってきました。昭和12年の最初の時にですね、まず、第1位の石油統制というのが行われましてね、民生用、まあ、要は軍隊以外に、ね、使う石油というのはですね、制限するということで、昭和12年にはですね、まあ、1日で約4万5000キロ走っていた、ね、移動車ですけれども、1日2000キロまでね、昭和19年頃には削減されてしまって、代用燃料と言われているね、アルコールであるとか、人造石油、小根油ね、あと木炭コークス、いわゆる木炭車ですね。よく自動車なんか走ってましたよね。などが使用されました。余談ですけども、昭和27年頃までね、バスについてはね、木炭車がね、結構残っていたようです。当時の国鉄の資料を見ますとですね、まだまだ木炭車っていうのがね、代用燃料車ということで残っておりました。まあ、しかしですね、それよりも石油の不足というね、目を覆うような状態で、昭和20年3月にはですね、電車両が運転中止にね、追いやられてしまいます。まあ、終戦後もですね、すぐには石油がね、自由に使えるのかっていうとですね、残念ながらまあ米軍の方のね、まあ、米軍で占領軍のね、意向でですね、石油では自由に入ってきませんでした。まあ、そのためですね、昭和25年当時でも、10区でね、35両の機動車が1日に平均1578キロ走っている程度だったというふうに言われています。ここからですね、いよいよ機動車発達時代のね、天然ガス動車の導入というところをね、お話に入っていくんですけれども、まあね、そもそも天然ガス動車が誕生した理由っていうのはね、まあ、簡単に言えば田舎のローカル線などでですね、家まで機動車を使っていたところをね、走らせたいという、まあ、要望っていうのがね、から上がっていたと。ただしまあガス自体がねなかなかないというね、そういうジレンマだったというところですね。まあそこでですね、まずその当時の時代をね、時系列で見ていきますと、まあ戦後すぐはですね、敗戦後すぐは当然のことですけども、石油というのをね、自由に日本は受け入れること、輸入するができませんでした。で、それがですね、まあ、いつからは徐々に良くなったかっていうのは、ちょっといろいろと 見方はあると思うんですけれども、私が調べた資料の範囲はですね、昭和23年にはですね、石油精製装置のね、スクラップを撤回するという、まあ、報告がなされたっていうのが一つありまして、その翌年ですね、昭和24年には、東和燃料工業とスタンダードバキューム石油、まあ、後の S ですね、まあ、合併っていう、合併弱でね、資本提示を行うっていうことで、まあ、東燃石油がね、まず外資との提携を図ったと。まあ、この東燃石油というのをね、まあ、その後東燃デーラルっていう会社になりますけれども、まあ、この時はもうエッソのね、まあ、子会社というか、日本系の、日本のね、まあ、会社っていう形だったと思うんですけれども、まあ、その後ですね、まあ、エッソはJXTG、現代のエネオスですね、に吸収合併されていくわけですね。まあ、そういうふうな頃にですね、昭和24年頃ですね、国鉄でも天然ガス同社というのをね、再び発車してみようということで、この時期に、まあ、天然ガス同社がスタートしていくようになります。実はですね、天然ガス同社というのはどこを走ったかというと、実は新潟と千葉、茨城だったんですね。まあ、新潟の方をちょっと省略させてもらってるんですけども、まあ、なぜかというと、天然ガスの、まあ、豊富にね、取れる場所が千葉県と茨城県かけて、それと新潟県だけだったんですね。まあ、それで、天然ガスを自給できるということでですね、天然ガス同社というのをね、廃車してみようということになりました。古い資料を参照しますとね、昭和16年5月にね、木原線、今のいすみ鉄道ですね、ここで、天然ガス同社が運転を開始されたっていうのがね、最初だそうです。まあ、何度もね、
で、その後戦後はですね、やはりですね、木原線、いすみ鉄道ですね、現代の。で、運転をガス動車で開始していますという記憶があります。なお、上総坪鉄道、当時の名前ですけども、代用燃料でね、木炭ガスのね、気動車が運転されていたそうです。これがね、ガス田がこのように広がっているよっていうのをね、イメージでアップさせてもらってます。次にですね、天然ガス同社のね、実力はいかにということでね、お話しさせていただこうと思うんですけれども、天然ガスというのはね、ご存知の方も多いと思うんですけれども、ガソリンの車と比べるとね、出力が若干低いというところはあると思います。タクシーなんかはね、天然ガスを使っているんですけれども、走行性能というのはね、若干劣るということだと思います。そこでですね、さらにですね、当時の、その天然ガス同社の方は、実はガスボンベをですね、床下に積んどったんですね。そういう意味でですね、非常に非効率だったというのはね、容易に判断できるんじゃないかなと思います。ガスボンベがなくなればね、どんどん取り替えていくという、そういう方式だったんですね。で、それでもですね、輸送力増強の要望もあったことからね、昭和25年4月に、まず新小岩工場で、9両のキハ4万2000型が改造されたそうです。その後ですね、千葉県内では久留里線とか房総東線、房総西線ね、木原線、東金線でね、他にですね、新潟県の方ですね、こちらの越後線、弥彦線、信越本線の一部区間ですね、あと磐越西線などにもね、投入されたそうです。長野工場でこちら11両改造されてね、同年10月には千葉地区よりも2両が導入されて、計22両がね、天然ガス同社として誕生したそうです。ただですね、天然ガス、さっきも申し上げました通りね、床下に積む方式であってですね、木原線で使用されたキハ4万1000ではね、20本のボンベを搭載して、だいたい1本のボンベでね、走行できるのはね、10キロか12キロ程度だったみたいなので、だいたい200キロから240キロ走るとね、交換しないといけないということで、ほぼ毎日ね、交換作業が伴ったんじゃないかなっていうふうに想定されてます。その後ですね、さすがにボンベをね、取り替えるっていうのは手間もかかりますしね、経費もかかるということでですね、その方式が変更になりました。直接ね、タンクに充填しましょうっていう方式で、大きなタンクをですね、機関区に装備しましてですね、それをそこからですね、充填していくっていう方式に変わったそうです。その後ですね、さらにですね、専用線を設けてね、ガスの供給業者からですね、直接供給してもらうという方式に変更されたとも言われています。ただですね、石油事情が好転してくると、ね、やはり不境内なのでね、走行距離は悪い、その辺、燃料の単価は高いとなってくるとね、やっぱりより安く入ってくる石油の方にね、流れてくるのは仕方ないことだと思います。そこでですね、昭和26年頃からですね、再びね、ガソリン、もしくはディーゼルエンジンの方にですね、気動車に、切り替わっていくんですね。で、昭和25年度ではですね、キハ4万1000型から11両、キハ4万2000型から7両で、ね、再びね、ごめんなさい、こちらの方はガソリン同社の方からね、エンジン積み替えて、ディーゼルカーに、改造されたというふうに載ってます。実際ですね、天然ガス同社の方どうなったのかというと、もちろん天然ガスの方もですね、再びね、ディーゼルカーに改造されて消えていってるんですね。その辺ね、知っていただければなんて思います。最後はですね、ちょっと古い資料ね、室蘭市の交通技術っていう資料からですね、ちょっと引用させてもらってるんですけれども、当時ですね、天然ガス同社っていうのをね、改造しました。でも実際ですね、改造はしてみたけれどもっていう感じですよね。もう石油の方がね、十分入ってくるのであればですね、当然安い方にね、流れていくのは事実です。で、結局ですね、わずか3年か4年程度にですね、再びまたディーゼルカーに改造されていくっていうことでね、ある意味時代のあだわなだったのかなっていうふうに思うんですけれども、ここでですね、比較して見ていただくとよくわかるんですけども、ここの出力のところですね、ガソリン同社で100馬力、ね、ディーゼルでも75馬力になってるんですけども、これディーゼルの方はですね、実はGMH13 っていうね、国鉄のエンジンを改良したですね、DMH13 じゃなくて、
別のメーカーのね、あのエンジンだったそうです。まあ、それでまあ75倍で低めになってるみたいなんですけども、GMH を改造したね、改造というか、ベースに作ったね、DMH の方は100馬力だったというふうに言われております。で、こちらの方ですね、例えばガソリン同社で150馬力のギハ4万2000ですと、天然ガスの方はですね、やっぱ110馬力しかないということでね、最高速度もギハ4万2000が85キロ出せるという表示してるのに、まあ、性能的に合うのはですね、天然ガスは73キロっていう感じでね、まあそういろいろと見ていきますとですね、かなりしんどかったのだろうかなっていうふうに思えてしまいますよね。まあ以上こういう形でですね、少しお話をね、させていただきました。最後までご覧いただきありがとうございました。次回はですね、戦後の機動車ということで、電気式機動車のね、お話をさせていただこうと思っております。どうかお楽しみにお待ちください。